何？アラビックヤマトっていう海苔があるんですけども、よく見るでしょ。こちらの海苔、色が綺麗になるんですよ。あの YouTuber さんとかは大きいやつ買ってそれで作ってるんですけど、今回は小さい普通の誰でもできる海苔ですね。これはダイソーさんで購入しました。ダイソー、ダイソー。材料がね、こちらのね、お水、普通の水、それ普通のお水です。水道水とか使ってもらって大丈夫です。めちゃくちゃいいお水使っていただいてもいいんですけど、そういうの水道水でいいよね。放射水ですね。よし、作っていきましょう。レッツゴー。開けますね。普通に開けれます。これはこれ本当はね、海苔なので、塗るやつの、塗る海苔なので、とりあえずこんな感じになっちゃってここで、これで塗るよみたいなところがありますね。で、これをまた開けるんですよ。海苔で使わないってこと？そうなんです。洗濯のり代わりにする。なんと贅沢な。で、今回は初めて作るんですけど、これ全部使います、うん、まずこちらをね、入れていきます。はじめ、いきます。見て、蜂蜜みたい。蜂蜜だ。蜂蜜みたい。もったいないですね、なんか。あとこれはあの、うん、ちゃんとお母さんたちに許可をもらってやりましょう。そりゃそうだね。水を入れていきまず水ましょう。あのちょっと少なめですね。海苔の半分ぐらいですね。こんな感じですね。本当に液体海苔なので、こんな感じで分量適当。あの分量がわからないなっていう方は調べてみてください。だいたい今その海苔がどのぐらい？2対1の割合で入れていきます。海苔が2で水が1の割合で入れていきます、はい、スライムのレシピとか見ると、放射めっちゃ多く書いてあるんですけど、みんなは1回目全部いっちゃって、すごい大失敗をして、カッタカッタになっちゃうので、皆さんは気をつけてください。あの全部入れないで、ちょっとずつ混ぜて、ガーって混ぜて、うん、固まんないなと思ったら、ちょっとずつ追加していく感じでやっていくといいと思います。とりあえずね、こんな感じでね、蜂蜜、うん、みたいな感じですね。飴みたいな感じの黄金のタレができました。入れていきます。早速、はい、今黄金のタレだね。はい、ちょびっと入れますよ。少し入れて混ぜていきます。とりあえずちょっとですね。放射水どんなもん混ぜたの？適当。このそう、ちょっと早く固めたい人は多めに入れた方がいいと思うし、でもね、入れすぎないとただの水なので、すぐ柔らかくなっちゃうんですよ。難しい。はい。で、今回はアラビックヤマトさんのやつを使っているんですけれど、本当は洗濯のりとかで作るんですけど、それは結構薬局とかに売ってますね。放射水もスライム用の放射がありますので、そちらを買った方がいいと思います。そうそうそう。リアたちはこの間違えて大きいやつをね、買ってしまったらめっちゃ、わあすごい気持ちいい。なんか普通のスライムとは違いますね。一緒じゃん。なんか違う。一緒だって。色がなんかつけなくてもこのまま色がついてるからかな。色だけじゃん。一緒じゃね。真剣にやっちゃったよ。なんかすごい硬いね。いいな、これ。そうかな。あー、でもなんか違うね。あ、伸びが違うかも。やば、硬い。硬いっていうか、すごい気持ちいい。でもなんか、うん、やってみて。伸びるね。あー、でもまだ早いよ。うん、まだ早いな。もっと伸びるね、すごい伸びる。ホーシャーもドバッて入れちゃうかも。硬くなっちゃった、一気に。水入れろ。いや、まだ大丈夫。
私ね、いけるんすよ。気持ちいい。まだちょっと早いけど気持ちいい。ほら、だいぶ早いじゃん。でもね、そんなに手はつかない。エイドリアン、エイドリアン、こういう感じでね、ってくれば大丈夫です。はい、やっとね、これぐらいできました。視点に出していきたいと思います。よくない？めっちゃいいスライムですね。できた。多分アラビックヤンマックスライムはこんな感じでいいのかな。本当はね、気泡を抜けた方がいいよっていうコメント来てくれると思うんですけど、うん、今回はちょっと手間をね、省くために。そうか、気泡を抜くと蜂蜜スライム置いとけばいいんだね、本当は。でもちょっと置いとくと多分今からだと腐っちゃうので、うん、なるべくあの置いときたいなっていう日はちゃんと手で触らないようにしてください、うん、あとちゃんと手洗ってから、外に行ってた時はちゃんと手洗ってからってやった方がいいと思います。そうだね。あ、今の時期絶対手洗った方がいいよね。今日の研究成果はどう？アラビックヤマトスライムは、うん、アラビックヤマトスライムは伸びがいいことですね。皆さんもよかったらやってほしいですし、初めてスライム作りするよっていう方はまたなんかリクエストがあったら、作り方とかをしっかりね、説明する、スライム作り、もうやっていくので、皆さんお楽しみにしていってください。みんなのね、リクエストどんどんお答えしますので、よろしくお願いします、はい、ではコロナに気をつけて頑張りましょう。バイバーイ、また見てね。 See you。